ティースペックチャンネル。はい。じゃあ、あら、もうお帰りですか。いや、まだ。あ、すみません、今人一倍撤収が遅いんで。タイラチャンネルって YouTube 撮ってるんですか。いいですか。じゃあ、もう結構かかっちゃったんですけど。いやいいですか。いきなり。いいですか。お名前なんて。あ、安倍です。安倍さん、はい、あのインスタのあれはインスタはですね、はい、ボードも果たしちゃったんですけど、はい、アベックっていう、アベックさん、わかりました。はい、アベックさんでね、いろいろね、ちょっといろいろ他の方も、はい、ちょっとキャンプギアを見せてもらう番組なんですけど、はい、なんかおすすめのキャンプギアあります。おすすめはですね、はい、この中にあるやつ、はい、あ、ボンファイヤーさんの、はい、のだが好きなんで、はい、なるほど、ボンさんのやつが好きなんですね。はい、すごい。まあ、C&CPH さんとかも、そうですね、グラインドロッジも、はい、M16 が一番好きなんで。あ、じゃあフィールドスタイルとかも行かれてるんですか。フィールドスタイルはちょっと遠いんで行ってもらいたいけど。じゃあ、はい、あれです、有明とかのやつ、あとからあっちは行きました、ね。グランドゼロがあの家に近いんで。あ、千葉県ですか。あ、そうです、そうです。ゼロにはよく行く、そこで、あ、そうです。あ、じゃあもうこの辺はトランクさんで買われたわけですね。そうですね。このBGOさん、これはベンジで、あ、そうですね。この辺確かにトランクさんっぽいですね。日の前ちゃんとここにランタンつ、ランタンついてね。いや、これとこれはね、取っといていただいてね。1、2とスカスカですね。アシモさんも結構好きで。あ、そうだ、アシモさんもいいっすよね。アシモさん、あれ椅子はあれですか、ナチュモンさんとかですか。あ、ガラクダ、ラクダっすね。やっぱラクダ、あ、ラクダを取っておきましょう。ラクダ育ってますね。いや、もうもともとこの色で、あの、はい、で裏は、まあ、ドッジさんも好きなんで。本当だ、入れたんすね。入れて、はい、これじゃもう他の人と被んないからいいですね。そうですね。ちゃんとのび太もつけて、この足の、はい、のび太も両方つけちゃいました。両方つけちゃいました。これがね、高いんですよ、これ1本、ね、1本高いです、ね、そう、高いの、これびっくりした。これ日本でなんか2万円ぐらいしますよね。しますね。考えられないですよね。けど好きな方はね。いや、好きです、ね、そうそうそう、分かるし。ビーティーもあこう入れるのに、うん、いいですかね。カーキ好きなんで、はいはいはい、は、この色あんま見えない、見ないですね。この色はあのアメリカのアマゾンのオリジナルカラーっぽくらしくて、そうですよね。日本だと A&F さん入れてないよだから。いや、いい色です。あ、とんでもトランクゼロさんのやつで、あと逆にこう安倍さんのやつだと、こういう蛍光色も入ってる、はい、蛍光も好きで可愛いですよね。可愛いですね、はい、いいですね。カーキがスタイルなんですね。なんか皆さんに聞いてるんですけど、はい、キャンプをいつ頃から始めたんですか。キャンプは5年前、コロナよりちょっと前ぐらいですね。なるちょっと前に始めて、はい、で、そこからハマって。そうですね。フリップさんにいつ知ったんですか。フリップさんにそれ結構すぐ、ワイドワールドとかにもよく、あ、ワイルドワールド、インザイとかですか、はい、そうですね。あー、なんて詳しい。あ、もういろんなところが仕事上ね、やっぱね。あ、そうですか。やっぱグローブから入って、あ、やっぱグローブっすよね。グローバー G1 ですか。こちらも G1 で、ちょっと、はい、これも買って見てて、あ、はい、これはもうシェラカップのね、ケース、このレザーのね、で黄色で、黄色でこう、これが取り外しできるって、このね、いいですよね。同じ感じなんで、はい、そう、これかっこいいですね。中のシェラカップもしかしてあれですか。もう M16 だらけ。M16 だらけ。ちょっと M16 だらけ見せていただきましょう。これが 一軍シェラカップです、ね、一軍シェラカップ。あ、ネルデザインの小皿出ました。ネルデザインさんの小皿、うん、あ、本当だ、アシモさん、アシモさん出ました。しかも色違い。初期の頃のトランクゼロさん、何でも入ってますね。ブラント、あ、ブラントさん、本当だ。なんか和歌山まであるんですね。シェルコンもブラントさんに送って色塗ってもらって、ありがとうございます。タイラチャンネル、まさかこの角じゃないですよね。角じゃないです。お、なんすかこれ。これですね。これ今超絶おすすめです。なんすかこれ。初めて見ました。アポロさんってあの、はい、ラッパーの方が、はい、出してるブランドなんですけど、はい、ガなんとかと、はい。で、はい、これあの角にぴったりなんですね。いや、何でも合いますね。何でも形アタッチメントがあるんで、はい、で。これ下げると電源が入るんですけど、はい、
これ、まあ、今10ミリに設定して、はいはいはい、でちょっと置いてか10ミリに設定すると設定すると、はい、もったいないもったいない、はい、ちょうどもうこれ10ミリで、はい、すごい酒好きにはたまらない。たまらないですね。はい、あ、じゃあこれにね。ありがとうございます。もうちょっと多めに。はい。じゃあ20で。20。はい、やると。はい。あ、もう20。すごい。20ぴったり。ですね。すごいですね、このギア。はい、これは電源は USB ですか。USB ですね。充電で、はい。これ劣化ってしないもんすかね。よくあのシポシポのやつここに溜まったやつがちょっと劣化するとかってあるんですか。これ結構何回も使ってるんですけど。全然味変わらず。はい。へえ。で0から999まで。9ミリまでいけるってことですか。999ミリ、約1リットルまで。出せるんで1リットル出せるギアすごい。これはすごい。面白いですね。お酒飲まない方はなんか牛乳とか、うんうん、あのカフェラテ作るのに牛乳とかでやったりとか、はいはい、これいいですね。カルピスとかもいけます、ね、カルピスもいける。すごいいいの、これ発見。お酒好きなの、お酒好きにはたまんないですね、はい、これ、はい、いやすごいなこれ、はい、シュラって言うんですけど、シュラ、はい、勉強になりました。これも初めてなんで、はい、これめっちゃいいです。へ、はい、今度欲しいなと思っちゃいました。これどこに売ってるんですか。これ千葉県の、はい、あの印西 の, あの ミネアウトドアショップってあるんですけど、はい、そこ結構、はい、取り扱いが多くて、いやこれいいっすね、はい、なんかねいつもこういう風にね注ぎ口毎回測るのもめんどくさいとか便利っすよね、はい、入れすぎちゃったとか薄かったとかがないんで、いいっすね、はい、ありがとうございます、はい、いろいろ教えていただいて、いやいやもうすごい素敵なやつ教えていただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。